大阪東線。大阪東線は、大阪府大阪市淀川区の新大阪駅と八尾市の、旧法寺駅を結ぶ西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線。この内神崎川信号場、旧法寺駅間は、片町線の貨物支線である、上東貨物線を改良の上で、旅客線化したもので、本港ではその歴史並びに残存区間である。 神崎川信号場水田貨物ターミナル駅間をよ、小学寺信号場平野駅間についても記述する。2008年、平成20年3月15日に放出駅、旧放置駅間が開業し、新大阪駅放出駅間は2019年、平成31年3月16日に開業した。さらに新大阪駅から、梅田貨物線を経由して2023年春。 開業予定の北梅駅、仮称への延伸も考えられている。水田市南部から大阪市南東部にかけて東大阪を南北に走り、設置される駅の多くが大阪市中心部から放射状に伸びる各鉄道路線と連絡する。放出駅、旧宝寺駅の南区間が2008年3月15日に大阪東線として部分開業しており、 残る新大阪駅放出駅の北区間が2019年3月16日に開業した。議野駅放出駅間は、片町線、学研都市線との重複区間で、それぞれが、複線の線路を有する複々線区間となっている。JR 西日本の旅客線の開業は JR 東西線以来11年ぶりで、JR 西日本のアーバンネットワークの一路線として、 位置づけられている。ラインカラーには、先進都市をイメージさせる銀色とコーポレートカラー、青を合わせた色として、ブルーグレーを選定している。路線記号は開2008年の部分開業時点において、正式な起点は放出駅であり、市販の JR 時刻表などでは、放出駅から旧放置駅へ向かう方を、下り、逆方向を、上りと記載しているが、 列車番号は、放出駅から、旧放寺駅へ向かう列車が本来、上り列車につける偶数、逆方向の列車が、下り列車につける奇数となっている。上等貨物線を改良して、旅客線化を行うにあたって、第三セクター会社の大阪外環状鉄道が、第三種鉄道事業者として、路線の建設、改良応募施設の保有を行い、JR 西日本が、 第二種鉄道事業者として、旅客営業を行う上下分離方式が採用された。旅客営業開始後も日本貨物鉄道 JR 貨物が第二種鉄道事業者として、貨物列車の運行を継続している。全線が旅客営業規則の定める、電車特定区間、大都市近郊区間の大阪近郊区間、及び IC 乗車カード、愛国家エリアに含まれており、 全線を JR 西日本の近畿統括本部が管轄している。2019年3月時の起点駅である新大阪駅から記日する。新大阪を出発すると、神崎川を渡るまで、東海道本線、JR 京都線旅客線と並走する。神崎川を渡ると、梅田貨物線から分岐し、東海道本線旅客線をまたぎながら、右に旋回して、 南水田駅に着く。再び、神崎川を渡ると、水田貨物ターミナル駅を終点とする上東貨物線、片町線貨物支線、上東物北連絡線と、神崎川信号場にて合流する。東海道新幹線をくぐり、阪急京都本線、阪急千里線を続けて越えると、JR 淡路駅に到着する。淀川橋梁。 赤川鉄橋で淀川を渡ると、東淀川区から、宮古島区へ入る。淀川橋梁は、複線用の橋梁として架橋されていたものの、上等貨物線が単線であったため、未使用部分を大阪市が借り受けて、仮設の歩道、赤川仮橋を設け鉄道道路併用橋として利用していたが、旅客線化のための複線化工事に伴いこの仮設の、 歩道は2013年10月31日をもって閉鎖された。宮古島区に入ってから初めての駅は城北公園通駅である。単線であった上東貨物線の行き違いのために設置された宮古島信号場1943年10月1日に開設1984年10月1日廃止があった場所に位置する。 阪神高速12号森口線をくぐり、大阪メトロ谷町線と交差し、JR の A 駅に到着する。この辺りから淀川までは、旭区と宮古島区の草海に位置している。京阪本線を越えると、辰見信号場跡である。淀川貨物線が分岐する信号場で、水田駅及び、木野駅の両方から、淀川貨物線に入線できる、下た式になっていた。 信号場の中央部で国道一号、京阪国道を超える。右手から現れた片町線、学研都市線と並走すると、寝屋川を渡り、市議の駅、放出駅の順に到着する。市議の駅放出駅間は、大阪東線、片町線それぞれの複線が並行する複複線になっており、この区間で片町線の木津方面行き上り線が、大阪東線を乗り越えて、 片町線の上下線の内側に大阪東線が入る。放出駅は2面4線の島式ホームで大阪東線の列車は内側の2.3番乗り場を使用している。片町線木津方面行きと当線、旧法寺方面行き、片町線京橋方面行きと当線、新大阪方面行きとは対面で乗り換いが可能となっている。 放出駅を発車した列車は、片町線と少し並走した後、急カーブを経て、南下を始める。片町線の京橋方面行き下り線は、大阪東線を越えるために、高架橋になっており、この高架橋をくぐって、第二根ア川を渡ると、大阪市から東大阪市に入り、すぐに、阿蘇市総合車両所赤市所放出発出所への線路が、分岐している。 放出発出所への線路は下り線にしかつながっておらず、デクレッシャーは大阪東線を逆走して、放出駅まで運転する。2008年に部分開業した放出駅、旧法寺駅間は、中小企業が密集する東大阪市の西部を縦断しており、沿線には工場が多数集まっている。踏切を越えると高架になり、高枝中央駅に到着する。 高井田中央駅は国道308号中央台通及び阪神高速13号東大阪線と交差しており大阪メトロ中央線高井田駅との接続駅でもある。関西本線、山和寺線にも高井田駅があるため区別する必要があることから中央をつけているがこれは中央台通から取られたものである。高井田中央駅付近からは 不動702号渡航させることから、大阪東線として開業する前から森土などで、高架化されており、既存の線路に、高架橋を併設して複線化している。近鉄奈良線河内永和駅との接続駅である、JR 河内永和駅は、かつて、東大阪市の前身の伏線市役所があり、館長街であったため、今でも、駅周辺には、 図書館や年金事務所などの公共施設が多い。次の JR 都市の離道駅は近鉄大阪線春徳道駅との接続駅である。JR 河内栄和駅と JR 都市の離道駅はわずか600メートルしか離れておらず、これは堺線の幕露町駅富士見町駅間の約420メートル10キロに次ぎ、JR 西日本管内で2番目に短い駅間距離である。 なお両駅とも、所在地は、A 和1丁目となっている。近鉄大阪線をくぐった先から、もともと地上線であった線路を、連続立体交差化した区間になり、はぐさ信号場の跡地に建設された、JR 長瀬駅に着く。JR 長瀬駅から小学寺信号場までの 2km は、直線となっており、その途中には2018年3月17日に、開業した、 衣ロり上北駅がある。同駅を出ると再び、大阪市に入り、小学寺信号場で、平野駅に至る片町線貨物支線、上等貨物南連絡線が分岐して、右にカーブしているが、大阪東線は左にカーブして新上駅に着く。新上駅のホームは、カーブ上に設けられ、相対式ホームである。新上駅を出ると効果を振り始め、関西本線、大和路線が、 両側から挟み込むようにして、八尾市に入り、近畿自動車道、大阪中央環状線をくぐり、2面4線の旧法寺駅に至る。旧法寺駅でも内側の2線を使用しており、2番乗り場に到着後、王子駅方の引上げ線で折り返し、新大阪駅として3番乗り場に到着する。旅客列車は、線内運転の普通と、当線を経由して、関西本線、 大和時線に直通する直通快速が運転されている。普通列車は基本的に新大阪駅、旧法寺駅間の運転であるが、早朝には放出発新大阪駅、深夜には旧法寺発放出行きが運行されている。早朝、深夜を除き1時間に4本運転されている。時間帯によっては列車の間隔が30分ほど開くことがある。 船内に回避駅がないため貨物列車や直通快速に抜かれることはなく、全区間で先着する。ただし、旧法寺駅において、関西本線、山和寺線の緩急接続のために、同駅の使用線路が制限されるダイヤと、森の宮電車区放出発出所、現、阿保市総合車両所放出発出所から、法駅への入り出く列車の影響から、2011年3月11日までは、 どの時間帯も、運行間隔は、約11から20分と一定にはなっていなかった。翌12日のダイヤ改正で11時から16時が15分間隔となった。直通快速は、当線を経由して、山和寺線の奈良駅と新大阪駅を結ぶ列車である。平日は朝に、奈良発新大阪駅、夕方に新大阪発奈良駅がそれぞれ4本ずつ。 土休日は新大阪奈良間の列車が朝夕に往復ずつ運転されている。停車駅は奈良駅王子駅間の各駅と旧宝寺駅、JR 河内栄和駅、高井田中央駅、宝室駅、新大阪駅である。新大阪駅発着ではあるが、折り返しは一旦梅田信号場に引き上げてから行われる。5条を防ぐため、直通快速大阪東線経由駅と、 案内される。2019年3月15日までは、天ヶ崎発着として運行されており、放出駅から、片町線、学研都市線を経て、JR 東西線に乗り入れていた。2019年11月から12月上旬の度、休日に、臨時列車ながら当線で初となる、特急列車、マホロバを新大阪駅奈良駅間に、ノンストップで一往復運行する予定である。 当線含め途中停車駅はない。車両は287系3両編成が使用される。定期貨物列車は、水田貨物ターミナル駅、下ら貨物ターミナル駅間の高速貨物列車が一日9往復。このうち、日曜日運休が下り4本上り5本。月曜日運休が下り1本。休日運休が1往復運転されており、神崎川信号上。 小学時信号上間で当線を経由する。平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、普通列車では3号車に、女性専用車が設定されている。対象車両及び乗車位置には、女性専用車の案内表示が設置されている。直通快速については、山和寺線内では、ホーム上の女性専用車両の案内表示がずれるため、全区間で設定はない。 2019年3月15日までは、天が崎、放出館で設定されていた。開業時から、平日の始発から9時までと17時から21時までの時間帯に女性専用車が設定されていたが、2011年4月18日から、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで女性専用車が設定されるようになった。 アーバンネットワークエリアでは、毎年、一部の線区、区間を除いて大晦日から元日にかけて、終夜運転が実施されているが、部分改良以来初めて迎える2008年度は、旧法寺駅放出駅間の普通が23時台から1時台にかけてに往復運転され、終夜運転ではなく、最終列車の繰り下げとなった。なお、2009年度以降は、終夜運転及び、 最終列車の繰り下げ、始発列車の利上げは行われていない。全列車は電車で運転されている。貨物列車はコンテナ車のみで編成されている。2011年3月12日のダイヤ改正までは、DD51 系ディーゼル機関車のほか1往復のみ、で10系ディーゼル機関車が牽引していた。同日以降は、 で、10型が充当されている1往復を除いて、電気機関車に変され、e、EF65 系、EF66 系、EF210 型が使用されている。また2012年3月からは、e、EF510 型も使用開始した。2019年3月16日以降に、旅客営業規則等で定められる、乗車制度の特例は次のものがある。 2019年3月16日より、旧法寺駅を除く大阪東線の全駅に、特定特市内制度の大阪市内エリアが適用されるもの。適用される駅には、大阪市外である南水田駅、高枝中央駅衣ロモ上北駅間の各駅並びに、大阪市内でありながら2008年の部分開業時は、適用が除外されていた新上駅も含まれている。 新上駅が当初除外されていたのは、隣接する JR 長瀬駅、後に開業した、衣釣り上北駅も含む及び、旧宝寺駅が大阪市外であり、市内駅としては孤立していたためである。JR 西日本が、国土交通省緊急運輸局に提出した、旅客運賃上限変更認可申請書によれば、適用理由は、下記の通り。大阪市内発着の乗車券は、 旧法寺駅で途中下車しない限り、上駅、旧法寺駅から新上駅間を乗車できる。通常、特定特市内の適用は強制。途中下車を目的とした適用除外は不可であるが、特定特市内を通過し外を経てから再び、その都市内に戻る場合は適用除外となる。旅客営業規則86条。本特例は、旧法寺駅を経営することを事実上。 外を経ていないものとみなすものであるが、旅客営業規則に規定がないため、原則通り経路指定単駅発着の乗車券を購入することで、旧法寺駅及び京城の大阪市内各駅で途中、下車することも可能である。上等貨物線の旅客線化は1950年代頃から構想されており、1958年には大阪府知事の強い要望で、 天がさきすいた放出紙。杉本町大阪南公館の旅客化。杉本町大阪南公館は新線を建設が都市更新議会答申第三号で取り上げられ、その後東海道新幹線との連絡というニーズも見出されるようになると、九百六十三年三月には新大阪淡路間で新線を建設する計画に改められた上で、新大阪紙、杉本町館の整備が、 都市交通審議会の答申第7号に盛り込まれた。このように、当初は、同線だけではなく、関西本線の貨物支線である矢を、杉本長官の阪和貨物線、2009年廃止も、組み込み、阪和線及び、堺仙北臨海工業地帯、大阪南港に向け建設される、臨海鉄道連絡する計画であった、阪和貨物線も参照。 1979年12月には、運輸省航空局が、関西国際空港のアクセス鉄道として、道路線を利用、上より、大阪市平野区町基地まで半和貨物線、長基地以南は、ひねの駅まで新線を建設する案を提示したことも、ある。しかし、1989年に、半和線、規制本線列車の大阪環状線上の、 直通運転が開始されたことや新大阪 JR、南波、潮見橋間を結ぶ、縄筋線の建設計画が浮上したことから終点を、上駅、後に、旧法寺駅に変更し、阪和線と連絡することは、計画から除外された。都心部を迂回する路線であるため旅客需要が見込めず、国鉄時代は、財政難から長らく後回しにされた上、 沿線住民による建設運動も目立ったものがなかった。1981年に国鉄が上等貨物船の複線化の運輸大臣認可を受け、国鉄分割民営化により JR 西日本がこれを承継していた。1996年度の政府予算で第三セクターに対する助成制度として採択され、 第三セクター会社が建設と施設の保有、JR 西日本が運営を行う上下分離方式での建設、運行が決定された。当初は、片副連絡線、現在の JR 東西線と同じく関西高速鉄道が建設することも考えられたが、同社には兵庫県など道路線沿線以外の自治体が出資していることから別に会社を設立することになり、 1996年11月に大阪府や大阪市、東大阪市をはじめとする沿線自治体と JR 西日本など出資して大阪外環状鉄道を設立し、同年12月に鉄道事業免許を取得し、ようやく着工された。当初は2006年度の全線開業を予定していたが、用地買収の難航や東ヨド川駅付近の開かずの踏切問題により、 新大阪駅放出駅間の北区間の着工が遅れたため、先行して、放出駅、旧宝寺駅の南区間が2008年3月15日に部分開業した。新大阪駅放出駅の北区間は2012年春の開業予定となったが、新大阪からさらに梅田貨物線を経由し、再開発が進められている梅田北ヤード地区の北梅田駅。 過小に乗り入れる計画を追加した。この計画変更に伴い帰宅間の開業はさらに伸び、2019年春の開業を目指すことになった。総事業費は当初計画分に150億円を追加投資し、先行開業部分を含め1、250億円程度を予定している。2開業の帰宅間については、2011年1月に工事区間北側から建設を開始した。 東淀川駅近くにある北、宮原第一、南宮原踏切、2018年11月11日廃止、が、東海道本線によって、開かずの踏切となっており、地元との調整が難航し、結果的には、梅田貨物線を利用することにより、東海道本線をまたぐ、高架線が必要になり、さらに新大阪駅の改良工事が必要になったためである。 上東貨物線は、東海道本線の吹田貨物ターミナル駅から、大阪東線の神崎川信号場及び、大阪東線の小学寺信号場から、関西本線の平野駅に至る、貨物支線の通称で、この区間は単線となっている。全線が直流電化されている。東海道本線関西本線間の貨物輸送を、大阪駅から上等線、 現在の大阪環状線の東側イコール大阪駅京橋駅天王寺駅間を経由して行うことは不利で上等線の線路要領の都合もあることから貨物輸送を上等線から分離するために計画され1925年10月に着工し1929年3月に水田奏車場現在の水田貨物ターミナル駅から放出駅間が 片町線の貨物支線として開通した。さらに、放出駅平野駅間の上等貨物線南線を1929年1月に着工し、1931年8月に開通。1939年10月には、放出駅、旧宝寺駅重下奏車場八尾駅間も開通した。貨物専用線のため沿線住民が客車運行を希望し、 1952年12月に上東貨物線客車運行促進規制同盟会を組織し当局に対して働きかけた歴史がある。2008年の大阪東線、南区間部分開業前までは、放出駅や青駅間も片町線の支線であり、この区間は単線、非電化であったが、この内放出駅、旧放寺駅間は旅客線化にあたり、副線化。 自家電化が行われた。行き違いのため、平野駅放出駅間に、羽草信号場と、市木の駅水帯駅間に、宮古島信号場が設けられていたが、それぞれ2003年、1984年に廃止されている。大阪市城東区の辰見信号場や市木の駅から、淀川駅に至る通称淀川貨物線が分岐し、1982年に、 淀川駅が廃止された後も淀川電車区、初代への連絡線として残っていたが、同電車区の移転に伴い1985年に廃止された。JR 西日本が第一種鉄道事業者であるが、大阪東線となった区間以外では、旅客列車は運行せず、第二種鉄道事業者である JR 貨物が、水田貨物ターミナル駅から大阪市東住吉区にある、 くだら貨物、ターナル駅まで貨物列車を運行しているほか、東大阪市の特安駅近くにある近畿車両で製造された鉄道車両の輸送に使われている。2019年の大阪東線、新大阪放出開業以降は、神崎川信号場、新大阪駅方面との分岐点、追た貨物ターミナル駅間と小学寺信号場、 平野駅間のみが上等貨物線として残っている。神崎川信号場で大阪東線から単線で分岐した上等貨物北連絡線は、神崎川を渡って北東向きにカーブをし始め、東海道本線に合流して、水田貨物ターミナル駅に至る。2008年の大阪東線開業と同時に高架化された、小寺信号場から、 単線分岐した上等貨物南連絡線は、西に向けて大きくカーブする。高架下には変速交差点があり、また新たに都市計画道路が計画されており、さらに境外な場所に橋梁を付設しなければ、ならないという制約上、JR 西日本では、初となるエクストラドーズド橋が採用れた。線路の北側にある自動車学校付近から、関西本線。 山和寺線と並走を始める参戦区間になり、間もなく、平野駅に到着する。小学寺信号場平野駅間で、梅田駅のくだら駅、現在のくだら貨物ターミナル駅への機能移転のための改修工事が行われた。かつて、くだら第一信号場平野駅間では、関西本線の上り線と共用しており、くだら駅の貨物列車が、関西本線の上り線を逆走していたが、 旅客船と貨物列車を分離するための工事が2010年10月30日に完成し、貨物専用船が新設されて、旅客列車と貨物列車の共用は解消され100台1、信号場は廃止された。翌2011年に、小学寺信号場平野駅間が、関西本線平野駅くだら駅間と共に直流電化された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。